はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ、あまりね、このチャンネルでは人気のないグランツーリスモ7に関する情報になります。まあ、いつもの日課通り暇さえあればね、いろんなレースゲームの動画見たりとか情報得たりとかしてるんだけども、今ちょうどね、見てた動画でね、まあ、いつものとこを楽しく見てたら、ツイッター上でなんか、新しいもうゲットしてる人がいる。海外ではアマゾンがご配送してイエーイっつって、なんかアップしてる人がいるらしくて、探せなかった探せない、どこにいるんだろうと思って探せない。で、YouTube にもアップしてるって言ったんかな。で、 YouTube にアップしてるのはね、なんとなくね、見つけたんだよ。で、見ていたら、こう2本ぐらいあったんだけど、見ているうちに消えたんだよ、消されたんだよ。だ、おそらく、見てた動画で言ってた通り、YouTube にアップするんだけど、なんか、ネタバレ著作権侵害で、どんどんこう削除されてるっていうね、その繰り返しになってるみたいね。まあ、チャンネルが消されてもね、まあ、どうでもいいようなチャンネルなんでね、その人のやつね、ガンガンアップしてみたんだけど、いや、ツイッターの方がなんか消されないらしいんで、いや、もっと見てえなーと思って、ちょっと後で探してみようかなと思ってます。で、まあ、プレステ5版なんで、おじいが見たのは、プレステ4版もなんかあるって、なんかね、プレステ4版がツイッターにあるって言ったかな。だからちょっと別の人だと思うけど、なんかもう海外ではね、ご配送でバンバン到着しちゃって、そのダウンロード組はカウントダウンで、もう何をやっても、本体の日付戻しても遊べないっていう動画がね、アップしてて、こう面白かったって、こう、今日雑談で言ったんだけど、いや、本当、そうなんだよね。フォルサとか、そういうゲームって、まあ、だいぶ前に、その、なんとか版を買った人は、デラックス版みたいなのを買った人は、もう1週間とか10日前から先行プレイができるんで、いいなーっつって、デラックス買った人は、いいなーなんて言いながら、指くわえて見てるんだよね、通常パッケージ版の人は。で、おじいも結局フォルサ中心に考えてたんで、いや、グランツーもその先行ダウンロードって聞いたから、その先行ダウンロードって何の意味があるのって、その意味わかんない。先行ダウンロードがそんなに早くダウンロードできてもカウントダウンを待つしかないじゃん。で、なんだっけ、なんかアイコンだかなんだか使えるようになってるってね、なんか見たんだけど、でもそれだけでね、カウントダウンのページを見てるだけで、そんなに早くダウンロードする必要があるっていう。だから、まあ、解禁になるのがいつ、なんか2日だか3日だか分かんないけど、将来になったらね、解禁でちょっと早く遊びに、ちょっとって、そのちょっとすぎるじゃん。だって3月の3日の何時、8時何時だから分かんないけど、ちょっとじゃん。普通先行プレイっつったら1週間とか10日ぐらい前に遊べる、それだけのメリットのためにいいバージョン買うわけじゃん、結局。なのにグランツって、そのアニバーサリーとかなんかこのね、セットのやつだ、高いの買ってるのに先行ダウンロードができても遊べないっていう。で、それを知ったんだよ。で、なんかね、おじいもそのいろいろ検索してみてたら、あ、先行ダウンロード始まったんだと思って、で、ああ、でもう先行ダウンロードがもう完了した方もいたみたいで、ああ、そうなんだ、じゃあ出てくるのかなと思って検索して見てみたら、いろいろ動画があったから、あ、本当だーっつって、で、カクカクするのかなって思ったら、普通に、なんだこれ GTS とそのままじゃんって。そしたら視聴者さんからGTS ね、そのまんま、GTS をそのまんま、7にっていうね、もうほとんどベースがそのまんまで、付け加えたのでって、投稿をもらったから、ああ、それで、そのまんまなんだ。だからハードウェア的に、4版の場合は、あ、もうこれが限界だったんだよねってことで納得して、おじいは信じてたんだよ。そしたら、いろんな投稿があって、これ、プレステ4版だよ、つって投稿もらって、ええー、つって、ほいで、先日起動してみて、どれ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 って探した。本当だ、
でもコースこのコースだって分かったとしても、その同じコース使い回しじゃんグランツって、だから分かんないじゃんその違いが、セブンとスポーツの。だってそのまま使い回してるって言うんだから。だからプレステ5だと映像が違うからあの明らかに分かるけど、あと PS プロかね、プロだとまた若干微妙に違うでしょ。でオジエナ普通のノーマルのプレステ4だから、だからグランツーセブン GTS そのままの利用してるよって言われたら、ああって信じちゃうよそれで。どう見たってあのスポーツじゃんって言っても、だってそのまんま流用してるって言われたら分かんないよ、気がつかないよ、よっぽどオタクじゃないと。で、あと中にこんな人もいたよ、あのおじいのグランツーセブン雑談ね。でグランツーセブンのここが嫌なんだ、だからあのロードノイズが、ね、大きすぎるね、なんでこんなに極端にあの、ね、ゲームなのにでもうちょっとこう下げて、普通のゲーム並みに下げてくれない、それから調整してほしいって。でそれがねって、だからそのまんま流用されてるから、あこうやって見せるわけじゃん、そのスポーツのやつを。これがさ、でこれがプレステ5版のその公式のやつを見たら、これそのまんまじゃんっていう話をしてるんだけど、サムネとタイトルしか見ないやつ、あの連中らがバーって文句言うんだよね。なもんで、あのまああのおじいが引っかかったのはね、それはもうわからないから、本当おじいはだってもう信じてやまないから。有名なこの YouTube で日本でナンバーワンの人が、だって先行プレイがもう終わったみたいねとかね、そうやって言ってれば、ああそうなんだってね、じゃあもうすぐ終わった人がプレイするのかなって思っちゃうさ。で、あの先行ダウンロード組って言ったら、あのフォルサみたいに、ああもう1週間10日前にもうみんないいなーって。今までさ、グランツもそうじゃなかった、なんかあのなかったグランツって。なもんで先行ダウンロード組っていうのは先行して遊べるからいいなと思って、で一生懸命探したわけじゃん。そしたらグランツーリスモ7って動画いっぱいあったからね、疑わないよ。で GTS をベースにね、ほとんどあのそのまんまで、あのシステムが増えただけっていうから、あーって。でプレイ映像が流れて出てさ、でサムネにさ、あの斜めの公式のなんかね、ブルー の, あのリボンが敷いてたら、あーこれ公式と思って、あのサムネで出されたら信じるよ。そしたらやっぱあの詳しい人は、いやどう見てもあのなんだっけ、な何かがここの何かがスポーツだよとか、下手すると6だよとか、まあ見る人が見れば分かるのかもしれないけど、だからあの信者じゃないと見分けがつかない、普通の人には。おじい、あの信者じゃないから分かんないよ、もう完全に騙された、本当に。でおじいのチャンネル来てね、騙されてるんだから、おじいは信じてるから、いやあのこんなのがあってねって、あの動画パクるわけにいかないからね、こんなのが見て、いやー本当そのままスポーツじゃんって。で逆におじいはそれを見たから、ああ重たくなってなくてカクカクしなくてよかった、スポーツそのままじゃん、で安心して予約したんだよ、それを見て、あの日に、数日前に。だおじいの中ではそのもっと複雑化するから、あもうノーマルのプレステ4では処理が追いつけなくてカクつくんだろうなと思ってたから、だからあカクカクするの嫌だなと思ったから、もういいやと思ったんだけど、でも普通にブーンって動いてるから、あこれだったらありじゃねえと思って、 GTS そのまんまで、でシングルプレイとかね、なんとかカップっていうのがそのまんま追加されるだけなんだったら、あじゃあこの軽さで遊べるならいいじゃねでもじゃあ素直に思ったから、そこをメリットとして予約までしたんだよ。わかるこれ。それなのにそれがあのスポーツとか下手すると6だったって言われるとショックなの、おじいだよ、予約しちゃったんだからね、ほんと。でただ唯一の救いはあのグリッドレジェンドがね、怪しいなと思って様子見てたんだけど、案の定プレステ4版は
あのリプレイなのにあの自分で運転しなきゃならないとかなんかいろんなバグだらけみたいであの PC 版はね即パッチが出たらしいんだけど修正入ったらしいけどプレステ4版に時間かかりそうだよね。ああ買わなくてよかったと思って、だからすぐに飛びつくとそういうもんなんだよ。だからグランツーセブンも絶対にそれが来るから本当にね。でおじいがね本当短い時間しか見れなかったんだけど、なんかミュージックプレイっていうのかな、なんかわかんないけどなんかそこら辺遊んでたの見たんだけども、やっぱりプレステ5版だからまあ映像が綺麗なのと滑らかだったね、動きがね。うん、まるでパソコンのやつ見てるみたいに結構ヌルヌルしてたからね。まあゆっくりでなんかもそーっと走ってたけど、まあそれはしょうがないよね、序盤だからね。スピード感も何もないし、つまんない、こんなのは走りたくねえよっていうぐらいクソつまんなそうだったけど、まあでも一応そんなもんなんかって、まあおじいそんなもんでやんないけどね。でもまあこれだったら5番絵が綺麗以外はいらねえかなって、逆に安心したかなっていう。でまだツイッターにあるっていうそのプレスト4版をまだ見てないから、それちょっと検索してみ探したいんだけどもね。うん、ただ今回はね、見どころが AI がどうなってるかとかね、まあそういうところだと思うんだけども。でも YouTube の方はアップしても即削除、アップしても即削除されてるんで、見つかったとしても見終わるまでですぐ早いんだよ、すぐ消されるんだよ、多分監視されてると思うからね。だからツイッターを探すしかない、見たいおじいがね、本当ね、おじいいいとばっちりだよ。であと本当ね、人のチャンネルに土足で踏みじってきて、その動画を見て、そのおじいがグランツーセブンのね嫌なとことかね、期待してないところとか、それはもう GTS をベースにこうだから、でその公式の動画を見てがっかりしてるわけなんで、だ公式の動画を見てこのまま引き継いでるじゃん。だからスポーツをこれ分かるって、この音だよとか、これもほらこのまここが嫌なんだよねっていう、だからそこにスポーツを引っ張り出してて、それがセブンで、だから動画を見ない人ってそういう変なのがいるんだよ。なのでね、そのね、コメントっていうのをね、その動画を最後までちゃんと再生しない人はコメント投稿できないっていう、そういうオプションチェックが欲しいと思うんだよね。特におじいのグランツ情報なんかそうなんだよ。ただサムネとタイトルだけで動画の再生とかちゃんとまともにしてない人はコメント投稿できない、なんか灰色になってできないっていう、そういう機能をね、Google さんにつけてほしいね。勝手に思い込みで勘違いでバカみたいなコメント結構いっぱい多いからね。だからおじいのとこでなんか Google 様に勝手に仕分けされてるのが多分いっぱいだと思うから、ずっとぐるんぐるんぐるんってなって表示されないんだよ、すごくね。まあそんだけ多いと思うんだけどね。まあ Google さんのおかげで目に入らなくて済んでるんだけどね。まあ、そんなわけでね、おじいもね、今回の見どころは AI ね、絶対におじいの予想だと、ヘントコリなバーンバーンっていうのをただ避けるだけの、で、それを賢いっていうね、だからその人の走りを学習して、どこら辺にいると邪魔だから避けてあげるとか、なんかそういうつまんない、AI だと思うんだよ、おじいは絶対に。だって当たり前のレースゲームみたいな、AI が作れないところが、そんな進化したものを作れるわけがないので、突然ね、今までできなかったものがで、シリーズ今まで何作も突然できるわけないじゃん、絶対に、ね、だからね、無理だと思うんだよ本当。だからそこをほらねっていうのをこう見たい感じもするけどね。だおじいのこの期待を本当ね、いい意味で裏切ってくれればいいんだけどね、本当。
ただ本当あのたちが悪いのはその悪質なあの下部チームだよね。悪質なあのコメントくれてる人たちはいい人たちなんだけども、あの本当悪質な下部チームね。本当だ、言ってることが矛盾してるじゃんみたいなね。であと自分自身たちの言ってることって山内さんが言ってることをコッパみじんにしてるコメント言ってるんだよっていうのにね、あの気がついてないね。あのおじいのところには許可してるけど、まあそういうのが結構多いんだよね。なのでね、そのタイムアタックをするだけのゲームじゃないからね本当に。でグランツーリスモの試したってタイムを縮める、一人でポツンとタイムアタックをするのに、あの車を知らない人でもその楽しさを知ってほしいっていう、そういうゲームではないと思うんだよおじいは。なんかね、そのなんかね違うような気がするんだよ、うん、ね。でのロードノイズがバカでかいと下チームは喜ぶ、うん、そうかなって。だ日本でトップのそのゲームチャンネルのね、毎日情報アップしてる人もいろんなゲームね、ふーってこうやってるけど、あんなバカみたいな音出てないじゃんグランツー以外だって。グランツーリスモよりもガチンコのシムをいっぱいね、まあ足コリとかそういうのがまあメインで動画いっぱい出てるけども、だってあんなブー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 って足コリないじゃん。だってあのロードノイズはあるよ確かに。でもロードノイズがね9であのブーブーが3なんて、こんなバランスじゃないじゃん他のゲームって。でグランツ1個だけがあの変なバランスで耳障りなのに、セッキット走ってくれないのかみたいなね、まあ、あの表には出してないけど、そういうあのちょっと おかしな。だからおじいの動画を見てればそんなコメントは飛んでこないと思うんだけど、ね、見るかみたいな、だ完全にいかれた練習グループだからグランツー信者って、っていうかシムグループとかグランツー信者ってちょっといかれポンチが多いなって、だから近寄りがたいなっていう、だからあのいつも対話ができないっていうね、そういうイメージが昔からそうなんだよ。そうやってあのつつかれるからね。まあ、今回はたまたま3人4人ぐらいがね、だいたいフォルサを遊んだことがあるとか、レースゲーム何でもやるよとか、こういった方がね普通にあの純粋にこういうゲームジャンル好きだから何でもやるよ、一応言ったらいいとこがあるよねって、こうやってあのお話ししてくれるからね、そうだよねみたいなね、そんな感じで。でおじいは全然グランツーリスモ褒めるとか褒めて、いや嫌なとこを個人的に言ってるだけなのにすぐ叩かれるでしょ結局ね。だからそこがねわからないんだよ本当ね。あの堀さんのダメなところもちゃんと言ってるし、両方ともねあの頂点ね、あの短所とあの長所両方言ってるのに、なんかグランツー信者だけがあなんかちょっと言われるとガーって、なんでどっから湧いてくるのっていう。でそこからフォルサに文句言ってる時は何も出てこないんだよ。まあ人口が少ないかもしれないから、こ昔からのもうホライズンシリーズだって全部持ってるけど、ブロックション言ってるんだけど、あの5が良かったけどね、あの4まではあんま好きじゃなかったんで、4がすごい大絶賛して視界的にバーンってこうなったんだけど、パソコンの方も出たから、それでも おじいは好きではなかったって。あの嫌いじゃないよ、嫌いじゃないんだけども好きではないっていうね、あのいまいちな部分があったっていうね。まあ、今回は何でかというと、まあ、ドローンも増えたし、あの宝探しがねしやすくなったっていう、まああの4はねきついよ5やってからだとね。まあ、そんなわけでね、まあ、いろいろあるけども、まあ、動画を見ないであの批判するっていうのは、まあ、批判はあのいいこと悪いこと言うけど、否定する、ねそういうのがね、まあ、グランツー信者とかあのシム好きの人にかなり多い、偏って多いんではないかなっていうね。グランツーがあのシム用に作られてるっていうのと同じで、そういうコメントする人ってなんかオタクの人が多いんじゃないかなっていう。だ昔から何でもそうじゃん、あのアイドルでも何でもそうだけど、オタクの人ってそういうのってあるじゃん、なんかね。なのでね、あのオタクってね怖いんだよ。だからおじいの中でうめーっていうね、
あの冬草になっちゃうんだね、なんちゅうことか分かんないけどね。まあそんなわけでね、おじいはまだプレステ4版の画像を探し出してないので5版しか見てないけれども、とりあえずあの5版のその消された動画見た感じでは、楽しそうには見えなかったんだね。なんかあの辛い、プレステ5本体を買ってなんかあの、こんなもしたいのなんかこんなに辛いあれだろうって言って、辛いって思ってね、プレステ5やっぱ諦めてよかったなーって、おじいはほっとしたんだけどね、本当ね。まあそんな感じで、まあ、ようやくでもね、本当の先行プレイ像がね、まあ、あのガンガン見れるんだろうね、本当ね。ソニーもね、そんなにあの、なんていうの、そんなにあの、目くじら立てないで、ね、だって宣伝になるわけだから、そんな目くじら立てて、海外の動画消さないとあってもね、本当ね、ケツ玉のちっちゃいことしてるんだよ、本当。もっとこう広い気持ちで、ああ宣伝になったよねってね。でもしおじいがあのソニーだったらどうするかって、ああなんかあのアマゾンのご配信でね、なんかああもうプレイしてる人出ちゃったね、わかりましたね、じゃ あのダウンロード先行組の方ね、解禁しますって、残りカウントダウンいつかってなったからね、ピンしてね、はい、今日の22時から OK でしょってパーってもう始めちゃえばいいんだよ、もうどうしようだったらね、だって何も問題がないんだからさ、別にもうやっちゃえばいいのよ。でアマゾンの方にもう5杯とねしちゃったんだからね、ああもう配達 OK でしようって、それで丸く収まるじゃん。なんでそれやらないのってね、おじいだったらそうしちゃうけどね。別にその3月4日にこだわる理由がわからないね、もうそこに用意ができて配達準備までできてるからだったらもういいじゃんってみんな半年前から予約してるんだから、そんなせこいこと言わないで遊ばしてやるよって思うんだけどね、本当ね。まあそんなわけでね、やっと思うで、なんかね、YouTube だとそういう事情でグランツーリスモ7の動画はアップしたとしてもすぐに消されるらしいんで、なので、グランツーリスモ7も海外すごい多いんだけど、全部 100% フェイクだからね。でおじいもね、今これいないけども、見てたらね、コメントのところにこれは GTS ね、バットクリックだから、なんか英語でよく見るとこれは GTS で、GT7 ではないから、ね、クリックしたらダメだよってバットクリックなんとかってコメントがあったと思うんで、そうやってね教えてくれてる人がいるんだよね、これね。で、ああと思って、先にそういうの気がつけばよかったなと思ってね、なのでね、おじいもだからよく見てたチャンネルでね、その先行ダウンロードがもう始まって終わった方がいるみたいとかっていう情報を見ちゃったっていうのと、あとね、グランツーセブンはね、もうほぼスポーツね、ベースして作られてるから、もうそのまんまなんだよっていう情報をもらった、もう何の疑いの余地もないよね。おじいは信者でも何でもないから全く疑いの余地もない、本当ね。だからおじいはすっかりと騙されてしまったね。それでいろんな方がコメントをもらったから、でそれスポーツだよって言われてね、下手すると海外6もあるからっていうかね、そうなんだと思ってね、まあそこに気がつく人はすげえなーと思ってね、さすがだよね、本当ね。おじい全然わかんないよ、ね、まあおそらくこのチャンネルを見てる人のほとんどはみんな気がつかないと思うけどね、それぐらいだからお宅の人はすぐ分かる、判別つくっていうね。でもその前にその3月3日の8時頃かなにならないと、本物のグランツーリスモ7のプレイ映像っていうのは消されるんで、 YouTube で。だから存在しない、だから万が一間違っても存在しないんで 100% ありえないっていうことなんで、だからもう海外を探しても無駄なんだよ結局。
だから出てきても日本でもね GT7 の画面あるけどもカウントダウンのあれしか見れないからね、やっぱダメだったっていう動画しか出てこないから、だから ありえないね。だおじいもね頑張ってね、あの頑張ってれば見れるんじゃねえかと思って、あとびっくりしたのがダウンロード版はカウントダウンで本体の日付変えても遊べないのに、パッケージ版は遊べちゃうんだね。どういうこと？なんでそこでその差を設けてんの？これが分かんないんだよ。パッケージ版でもインストールするわけだから、カウントダウンがなんで始まんないんだろうって、そこの違いが分かんないんだけど、誰か知ってる人いたら教えてくれる？ねえ、ダウンロード版の画面ってなんかあと何日ってカウントダウンしてるんだよ。だパッケージ版はない、不思議だね。だからやっぱプログラムが違うってことなの、結局不思議だよね。本当同じもんがただ円盤なのかダウンロードするのかって、その円盤の中身をダウンロードするのがダウンロード版だと思ったんだよ。で、CD がなくても動くのがダウンロード版だと思ったんだよ。で、パソコンに言えばノー CD のパチ当たってる状態っていうね、それがダウンロード版だと思ったんで、ああ根本的にもうプレイ映像が出るってことは違うんだ。じゃあなんで予測できるじゃん、 500% 誤って誤配送ね、されちゃうかもしれない。そういう対策をなんでダウンロード版並みにしないんだろうって不思議に思わない？だから海外のアマゾンが誤配送ってアマゾンのせいにしてるけども、アマゾンのせいだけじゃなくて、このプログラムにちゃんと想定内のことなんだからね。だからそこの対策はしとかない方が悪いなと思う。だってこれビッグタイトルかなり前にもう届いてるんだから、お店の方にはすでに。そうでしょ？だからフライング販売もいろんなのも含めてそういうことが予想できるわけだから、だから何かしらのプロジェクトがかかってないとおかしいでしょってことなんだよ、どう考えても。だおじいはねアマゾンの配達はそこまで責められないと思う。だって予想できることだから、ね。まあ日本のアマゾンもねご配送してくれればいいんだけどね、まあ、おそらくシステム上指令したどころか、ご配送どころか発売日に発送だからね、本当ね、おそらくね。だ3月4日配達予定となってくると、予定は未定だからね。おじいは届かないと見てるけどね、どうなんだろうね。はい、そんなわけでね、まあ雑談終わりです。本物の映像、プレイ映像はね、出てきたね。なんかツイッターにあるみたいね。ちょっと今から探そう、もうちょっと見たいね。プレステ4版があるらしいんで、それを見たいね。あんましょぼかったらキャッシュでできるからね、先に見たいね。はい、そんなわけで、皆さんはどうですか？皆さんキャッシュにしないよね、またね。はい、そんなわけで終わりましょう。またね、バイバイ。